皆さんどうもこんにちは、みつやです。というわけで本日もマリオカート8デラックス実況プレイの方やっていきたいと思います。昨日からね、3日4日前の生放送からね、沼に入りましてね、そこから全然抜け出せないというところで、はい、ちょっとね、この間はね、この間の動画では悪い位置を使って、はい、沼脱却を試みたわけなんですけれども、悪い位置でもね、どうしようもなかったというところで、ちょっと骨クパーをね、ちょっと使ってね、はい、頑張って、はい、沼脱却を目指してやっていきたいと思います。やっぱね、このカスタマー、貴族さんがね、ガチカスタムとして使ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい。まあ、結構ね、貴族さんは好きなんでよく見てますが、まあ、人の名前を勝手に名前で出すのはどうかと思いますが、やっぱりトップ YouTuber の、はい、方のカスタムを使えば、はい、1位余裕で取れんじゃねというところで、はい、やっていきますよ。前から時計が来てますが、ここで赤投げるのはね、アホなので、軽減されて終わりなので、OK。1位が時計を食らってくれている。さあ、これ譲るかな？やばい！危ないね！やばいね、君。さあ、ここは、表防御は2000方が良かったかな。よしよしよし、とりあえずは、これは、ダブル防御引きにしてもいいけどな、ちょ。嘘やろ、もうキラーが3位ぐらいまで上がってきてるやん。さあ、2位はキノコなので、放送抜きにはもっと思うんですよ。そんなに攻撃的ではないはずなので。さあ、このまま1位走っていくわよ。行くわよ、行くわよ、ただ。OK。さあ、しっかりとトゲは譲っています。この段階でのトゲは結構ね、食らうと痛いので、軽減してもいいんだけど、軽減できる気がしないので、軽減しません。ただ1位が軽減シートかな、あれば。あんま離れてないわね。やばいわよ。嘘やろ。にゃーもう。なんで防御を交換した瞬間に矢が飛んでくんだよ。いや、キャッツアイねー。3位です。いやー、ワンツーだいぶ抜けてんな。これ3位獅子モードでもいいけど、とりあえず一発投げるでしょ。にゃー、終わった。3位狙おう。3位をしっかり狙おう。あ、これワンチャン、いや、ノーチャン。というわけで、2レース目は、ドラゴンライダー 150cc というところでやっていきましょう。まあ、昨日もね、1レース目は2位だったんだけど、その後7、8、9と、明らかに、右肩下がりで順位を下げてるので、骨クパーちゃんではね、しっかりと全レース上位を取れるぐらいの勢いで、はい、やっていきたいと思います。さあ、ここはダブル取っていきます。でも割と前張りはできるんですよね。さあ、ここはね、いや、ちょ、3点、1位が、ミスクしてんのか、あれは。なんか離されましたね。さあ、ここダブル取れるんかい。1位が、金持ってんね。金ってことは、どつき回してもいいかなと思うんだけど。なるほど。これはね、とりあえず一旦ショットカで、距離を縮めるというか前に出ます。はい。位置に出まして。まあ、これはキノコを持っててもいいけど、危ないね、君。はい。1位出てくれ、君ね。いや、ここはちゃんとショットカ用に残しておきましょう。見えん。いや、怖っ。しっかりとここでジャンプ。はい。さあ、1位になったが、時計が来るね。さあ、回避できるでしょうか。回避するわよ。やるわよ。よいしょー、回避していく。バイバイ。いやー、誰もかかってないか。まあ、でも、回避もできてるし、いいよ。さあ、なんで抜いてくんねん。いやー、しかもトゲが来る。トゲに来ない。テレサが来る。俺、トゲ待ちはきついよな。2の3なんで、多分もうトゲ来たとしても間に合わないんだよね。俺はもう赤に引くしかないな。いや、アイテム取れや。総力で抜かすのは多分無理なので、はい、ミスクしてるんですよ。あ、ミスクミスってんね、君ね。ミスってんね、あなたね。いや、これワンチャンあるわよ。ミスクミスはワンチャンあるわよ。さあ、これは一旦後ろ投げて、はい、なんか来い。それ来い。うわー、どうしよう。これ、いやー、ちょ、待って、表防御にしてもうたらあかん。テレサくんの当たるよ。これワンチャンあるんちゃう。来たでしょ。オッケー、来たんじゃない。おっ危ねえ、1位やったぜ。動画で1位取るのは1週間ぶりぐらいじゃないですか。いやー、やっぱり骨クパちゃん強いわねー。
はーい、というわけで、第3レースはミュート精霊の 150cc というところでやっていきましょう。はい、グーグー。パーンって言ってください。シャーシャー、あー、ちょ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 。あー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 もう、せっかくの1位スタートで何しとんねん。いや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 。じゃ、コントローラーが。やばいやばいやばい。おそらく見てる人も何しとんねんと思ったでしょうか。俺が一番何しとんねんと思ってます。これは何をやっているのか。そして俺より後ろにいるのこのこくんは何をやっているのか。さあというわけで、木野さん引いてます。んーまあここはねどうしようか。交換しなくていいかな。普通にあんまり交換してもいいアイテムが出れそうにはないので、ここはショートカットしてもいいんだけど、ここのショートカットはミスる可能性が非常に高いので、ここはグッといきまして、はい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 、まあ、ここのショートカットは強いんでね、もうすぐにパッと前に出るわけで、さあ前戻っていきまして、んー5位まで戻っていくわよ、いいわよ。さあここはグッと、はい詰める、はい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 、あーやばいよ、乗れよ、出し僕らい。さあ前がやばいよね。さあこれはね、いつキノコを使うか、を使う問題なんですけど、まあもうちょいキープかな。さすがに今使うのはちょっとさすがにもったいないと言ってるんですけど、ミュートの雷は結構後ろのイメージなんだ。あらー、さあ、スターをほじった意味が1ミリもなくなりました。はい、嬉しい。あのね、前だからね、4位ぐらいでスターをほじってるから強いのであって、9位でスター持ってるのは別になんともないね。ただの9割やねん、ボケ。あーあーあああ、前に赤さんがいるよ、前に赤さんがいるよ。それはやばいよ、赤さんが前にいないと相当やばいよ。さあとりあえず譲りまして、譲ったというかグダっただけですけど、これやばいわね。はい、やばいわね。はい、はい、これなんかジャンプしながら出し声に乗ると早いらしい。あーこれ木野さんほじろ。これもう無理してダブル取りに行くよりかは、ほじって、あー今ダブル取れたな。さあラスト、僕はショトカできるかな。いや無理か、ショトカになってないわ。いや行くわよ。さあ閉じるわよ、やるわよ。さあ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 、ゴイ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 、いやその FB はやばいって、その FB はやばいって、はい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 、後ろを焼いてくれ、後ろを焼いてくれ。4位、まあいい方やろ。というわけでラストレースはパリプロの200、キャー、 200cc というところで、はい、ちょっと発狂というか、はい、お酒の酒酔っとんかいというようなリアクションになっておりますが、正常です。シラフです。何も、変わったところはございませんが、200cc というところで、はい、頑張っていきましょう。やばいわね。ちょ、下ってるし。あー、でも、この子くんは、さっきからずっと回やけど、なんしょんねん。あーぶのー、さあ、あー、ここは、ちょ、もう君さ、変なもん持った状態で、ぐだらんといてくれ。あー、もう、このバナナは無理よ。やばいです。さあ、200cc というか、大下りを見せております。いや、ぐいやっちゃった、これは。前出ていきまして、金3枚悪くはないが、 200cc とはいえもう少し金は欲しいかな。さあ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 、お金をパッと取っていきまして、もう早めにね、あのブレーキかけて早めにドリフト入れないとマジで 200cc は終わるので、いやもうちょやめてー。赤から逃げろ、多分あの赤俺やから、赤から逃げろ、赤から、うおおお、 FB からも逃げろ。さあ時計が行く、さあ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 、 200cc、 あー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 、前が赤さ、ブーッ、ちょもう後ろ赤さんやべえと思ったらキラーに引かれて、その赤さんからもしっかり投げられて、なんじゃこのゲーム、えぐもうぐいてー、やばい、あののこのこくんにも負けている。さあさあさあ、抜け、いやはぁ、これは終わっている、沼脱却ならず。というわけで、明日も沼脱却に向けて頑張りたいと思います。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録高評価よろしくね、バイバーイ。